武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は滋賀大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、時間90分で大問が3題、出題されています。原稿管それぞれ1題ずつですね。で、問題の特徴としては、問題文が長く、設問も記述量がかなり多いと。文章そのものの難易度が高いわけではないんですが、原稿管全体的に、文章も長く、記述量が多いという形なので、時間との戦いになる可能性が非常に高い試験となっています。まあ、そのため記述練習をしておくことはまあ必須になるかなという形ですね。まあ同じようなレベルの国公立と比べても割と記述量は多い学校なので、国語を使う場合には記述練習は優先的にやっておいた方がいいでしょう。特に現代文がかなり文章長めなので、通常の現代文の問題集だけではちょっとここまで長いのはなかなか対応できない、という可能性もあるので、長い文章が苦手だって人は小論文のネタ本などを使って、長い文章に慣れておく方がいいでしょう。それぞれの参考書で必要なレベル、としてはですね、まあセンターなど突破した前提で言うと、まあ現代文であれば、現代文、読解の開発講座や、国公立標準問題集キャンパスなど、やった上で、まあ、余裕があれば得点ダッシュなど、やってみてもいいと思うんですが、まあこれは、最悪時間に余裕がなければ、まあ過去問で何とかするで、プラス、小論文のネタ本、まあ社会科学系統の、小論文の完全ネタ本などを、まあ最悪書く練習はできないまでも一通り読んでおいて基礎知識を入れておく。小論文のネタ本難しいようであれば現代文キーワード読解などを読み込んでおくってことをやっておいた方がいいでしょう。漢字の書き取りも出ますので、漢字対策してない人は、まあ、入試漢字マスターなどで練習しておいた方がいいでしょう。書き取りの部分ですね。で、古文に関しては、こちらも、まあ、国公立標準問題集キャンパス、やっておいて、まあ、あとは入試生成問題集、余裕があればやる程度、まあ、なければもう国立、もうここの過去問、やったり、周辺の国公立の問題解くならでいいと思いますが、まあ、どっちかというと国公立の問題やるよりはその入試衛星など、優先しておいた方が、まあ、長いの答える練習の意味でやっておいた方がいいかなと。得点ダッシュまでは、まあ、余裕があればで、構いません。そして漢文に関しても、まあ、センター、プラスですね、国公立標準のキャンパスとあとは、まあ、入試衛星問題集、はやっておいて、まあ、あとは句法など、早覚え速答法など記述でできるように練習をし直す、ぐらいをできていれば十分対応が、できるかとは思います。で、割と内容を理解してないと解けないような設問も出てきますので、時間がないからといってですね、読み飛ばしして設、問だけ、見れば答えられるだろうというにはなってないので、まあ、そこは注意しておきましょう。とりあえずまずは試験を、実際過去問解いてみて時間内にどの程度、やりきれるかっていうことを、まあ、測ってみるといいかなと。それがちょっと厳しいなというようであれば読む速さを上げる練習をしっかりやるように心がけてください。以上が国語の勉強となります。